皆さんこんにちは。インスパイアの横田です。今日もユーストリームを使いましてネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、Yahoo 地図についてお話ししたいと思います。Google マップを使った集客ということで、たくさんですね、講演や、セミナーなどをさせていただいてるんですけど、Yahoo と合わせてGoogle と合わせですね、この Yahoo マップっていうものがあるわけなんですが、Yahoo マップが注目する理由ということで、実はですね、この15分動画ではない、ハウスレビュー動画で1回ちょっとですね、ちょろっと撮ったのがあるんですけど、実はですね、そのことについて今日はですね、お話をしたいと思うんですが、その理由はこちらになります。ご覧ください。はい、実はですね、4月17日から新宿渋谷エリアだけで、スタートしているという企画がありまして、それがこの T ポイント連動のチェックイン機能というものなんですね。で、そのいわゆるチェックインというものに関して、その位置情報を使った、集客とかですね、反則というものに、かれこれずっと僕は注目して、この動画でもたくさんお話をしてきたと思うんですが、今回面白いのは、その、やっぱり Yahoo というですね、日本で非常に集客力というか知名度があるサービスと、そして T ポイントっていうものが連動してるっていうことです。例えば今までであれば、なんかその Facebook だったり、Twitter であったり、例えば Foursquare だったり、Instagram だったり、あらゆる、最近では YouTube もそうですかね、位置情報をつけて、投稿するみたいな機能っていうのが出てきています。ただこれらのものっていうのは、そのチェックインしたからといって、お客さん側にどういうメリットがあるかというと、特にない。あるとすれば、そのお店側がチェックインクーポンみたいなのを発行すれば、じゃあチェックインしようかみたいなことがあるんだけど、果たしてこれもどのぐらいもうね、有効かっていうと、なんとなくもう、なんていうんですかね、惰性になってるというか、そんなに魅力的な、反則にはならなくなってきてるっていうのが現状じゃないかなと思います。もうずっと言ってるところだとね、もう同じようなものになってくるとか、なんか目新しさっていうのはない感じがしてると思うんですが、やっぱり今回これが大きいのはですね、T ポイント連動だということなんですね。だからその T ポイントは貯めてる人がいて、そしてそれがこの T ポイントが貯まるっていうんであれば、使う可能性はあるなということで、そしてこれが新宿渋谷エリアでしか使えないので、実は昨日ですね、昨日というか今日ですけど、わざわざ新宿渋谷エリアに行って、この T ポイントを使おうということで、実験に行ってきたんですよ。で、その話をしたくてですね、15分動画を撮るのを待っていたわけなんですが、実際行ってみて分かったことは、この、実は松屋さんがですね、この T ポイントの連動チェックインに賛同しているので、松屋にわざわざ東京に行って松屋行かなくてもいいと思うんだけど、行ってきたんですが、そしたらですね、まず最初にやったのは、Yahoo マップで新しく変わったこの機能ですね。この AR 機能っていうものを使って、こちらね。この AR 機能っていうものを使って、実際にお店に行ってみるっていうのをやってみたんですよ。で、これで、これもですね、東京を中心に徐々に、普及してきていて、まだ田舎の方だったらなかったりするので、東京の方でこの AI でやってきたんですけど、これはこれで便利で、実際に現地に着きましたと。着きましたら、ここのとこですね。本来であれば、ここにありますようなビーコン検知でプッシュ通知っていうのがあるんだけど、これね、僕ちょっとね、プッシュ通知を切ってたのかな？切ってないと思うんだけど、でもこの通知は来なかったんですよ。で、通知が来たら促すっていうことになってるので、わざわざ僕は Yahoo マップのアプリで、このお店を出してですね、で、チェックインしようとしたんですね。で、この下の画面の、この Yahoo カフェって書いてるところ、この辺ですね。ここにチェックインって書いてるのがあると思うんだけど、この、店内、なんだ、店内でチェックインできますっていうふうに書いてると思うんですが、この店内に来てるにもかかわらず、チェックインを押せないと。何回も押そうと思ったのに押せないと。で、位置情報を見たら若干ずれてて、押せなかったりするんですね。で、なんかね、この辺が、例えばなんか5メーターずれてて押せないとかっていうんだったら、
から、ちょっと使えないなと思って、もうちょっとこう、範囲を広げてくれないとですね、いけないのかなという気がしています。で、まあ実際にこれ、チェックインでポイントが貯まるので、そこに行かないとですね、困るわけですよ。例えば、前通りかかっただけでポイント貯めていかれたんでは、100円あげてるのもんなんで、困るので、なんかお店の中に来ていた人に対してっていう感じになってるんでしょうけど、なんかね、ここの仕組みはもうちょっとちゃんとしなきゃいけないなという気がします。自発的にお客さんだけでポイントが貯めるようにしてしまったら、今みたいに、その範囲設定が厳しくなって、で、そのポイントをね、上げにくくしてるっていうことが逆に、ユーザー側にとってはデメリットになって、そんなんだったら使わないよみたいな形になってしまっては意味がないので、なんかこの辺はもうちょっと改善することが必要なのかなという気はしますけどね。まあ難しいんですけどね。こんな感じになってました。で、まあ、今回ですね、その T ポイントということで、T ポイントは、まあ、今までカードでやってたんですね。こういう、こういうカードね。こういうカードでやってたんですけど、まあ、いよいよ、こう、ウェブにっていうかですね、デジタルに移行しようということで、T ポイントのアプリっていうのを、スマホに入れましてですね、で、こちらの方で、やってみたんですけど、まあ、この辺もいろいろ考えられていてですね、スクショ画面を提示したんではダメなようにということで、そのなんか時計の数字がですね、秒単位でこう動くようになっていて、そのスクショじゃなくて、みんなが一つの T ポイントを使い回しできないような仕組みっていうのを考えられているところが、ちょっと面白いなと思ったんですけど、で、まあ、今、まあ、注目しているのは、この Yahoo と、そして T ポイント、そしてソフトバンクが提携しているので、この3つが絡むことによって、この Yahoo マップを使う人が増えればいいんだけど、現在この累計1600万ダウンロードってなってるんだけど、ちょっと怪しいですよね。1600万ダウンロードはまあ確かかもしれないんだけど、累計なので、実際アクティブに Yahoo マップを使ってる人が、まあ、どのぐらいいるんだって話で、で、仮にそれを使ったとしても、いわゆるナビとして使ってることはあっても、お店に行ってチェックインするっていう機能を使うかどうかって、かなり微妙だなと思うんですよ。ただ、ビーコン検知があれば、プッシュ通知で来ればですね、チェックインしてポイントを貯めるってことがあるんでしょうけど、なんとなくですけど、僕は、そこをスタートで行くよりは、T ポイントを貯めている人に T ポイントからお店を見つけてもらったり、 T ポイント側からあなたがいるお店は今 T ポイントが使える店ですよみたいなこととかが通知が来る仕組みを作った方がいいんじゃないかなという気がしてるんですよね。というのは、例えばフォースクエアとかスワームとかっていうサービスですと、まあ、Google マップもそうですね。今このお店にいますよねって言って、レビュー書きませんかみたいなのが来ると思うんですね。で、そういうようなチェックインを促すようなことを多分 Yahoo マップがやろうとしてるんだろうけど、まあ、そもそも Yahoo マップが入ってないとビーコン検知でプッシュ通知いかないので、だからそう考えたら Yahoo マップに入れるよりは、T ポイントのアプリの方で、ビーコン検知させて、その通知させる仕組みの方が多分広まる率は高いでしょうし、で、まあ、Yahoo はね、なんといっても、Yahoo Japan というですね、ポータル、持ってますか、アプリ持ってますから、こっち側の方で、Yahoo の、いわゆる普通の Yahoo のアプリですね、大元の。これを入れてる人が、これね、これね、いわゆるこの Y って書いてるこの Yahoo のマークですね。これを入れてる人にプッシュ通知で行くようにしないと、で、プッシュ通知見たら、Yahoo マップを使わせるのか、Yahoo のアプリの中でチェックインできるのかちょっとわかんないけど、っていうふうにしないとちょっと普及しないのかなっていう気がしています。で、まあこれ、新宿渋谷エリアで今回実験的にやってみて、
で、うまくいけば、まあ、範囲を広げていくんでしょうけど、やるんだったら、もう、早く、多くのところでやらないとですね、例えば、LINE だったりとか、Google だったりとか、まあ、Foursquare だったりとかっていうのと、なんか組んでですね、始められちゃうんで、早くやった方がいいと思うんですよね。で、そういう段階で、今のところ微妙だなと思ってます。で、例えば SNS 機能っていうのが Yahoo ないので、実際にチェックインしたときに、チェックインして、投稿できないわけですよ。ポイント貯めるためだけに、この Yahoo マップを開いて、チェックインとして T ポイントをゲットってやるのは、ちょっとね、微妙だなと思うんですよね。だから、それを一生懸命頑張ってからといって、Yahoo マップのアクセスが、利用者が増えるっていうことはちょっと考えられなくて、それまた別問題で、結局 Google マップを使って、そのお店に行ってですね、ビーコン検知があって、それで、T ポイント上げるだけだったら、まあまあ、それでもいいけど、Yahoo 的にはね、ポイント分だけ上げてるだけで、まあお店からもらってるお金だからまあいいかもしれないけど、なんかちょっとその辺が微妙かなっていう気がするんですよね。なので、T ポイントのアプリ、まあもしくは Suica ぐらいのこういう電子マネーとしてある程度動いている、まあ T ポイントも T カードっていうね、T マネーとかっていう電子マネーも始めてますから、こっち側から攻めた方がいいのかなという気がしています。ということですね。で、あとは、さっきも言ったように、お店側として、いわゆる Yahoo マップに載っている情報っていうのを更新することはできないので、Yahoo ロコも今中途半端になってるし、新規募集受け付けてなかったり、あと編集もいまいちできなかったりするので、このお店側にもうちょっとチェックインしてもらうことによって、お店の情報を見てもらうとかね、で、見てもらった情報をシェアすることによって、お店が広まるとか、何々さんが T ポイント100ポイントゲットしましたみたいな情報がね、例えばツイッターでもいいし、どっかに流れるような仕組みがあればいいんでしょうけど、現状ではちょっとこれでは普及しないかなっていうのをちょっと今回感じましたね。で、そんなことをしてるうちに、例えば LINE だったりとか、Google だったりとかが、チェックインしたらポイントが貯まるとか、口コミしたらポイントが貯まるとかって、まあ、Google はね、ローカルガイドですでにポイントが貯まる制度はあるんだけど、まあ、Google がちょっとけ、あの、今、あの、残念なのは、ローカルガイドでポイント貯めたからといって、そのポイント貯めた人の、メリットがないということね。まあ、昔は音楽が少し聴けるとか、なんか、クラウドサービスが便利になるとかっていうのがあったんだけど、まあ、なんか、その辺もちょっと今、あやふやに、なんか、タダでさしてるみたいな感じがあるので、まあ、付け込む隙としては確かにあるんだけど、じゃあ、これ新宿渋谷でやって、どのぐらい Yahoo マップのダウンロード数が増えてるかっていうと、ちょっと微妙かなという気はしています。なので、早く全国展開してやった方がいいってことと、あとは、やっぱり、ポータル的なアプローチ、ポータル的なっていうかですね、マス的なアプローチが強いんですよ。なので、もうちょっとこう、SNS 的な感じの、投稿を促すことによって、それと、誰かの SNS に流れて、また見てもらえるみたいな仕組みしないと、広まらないかなっていう気はしています。はい。ということで、Yahoo マップの方もですね、注目はしてるんですよ。っていうのは、結構ですね、やっぱりポータル的な要素があって、地図が便利だから、使いやすい機能がいっぱいあるからなんで、こういうの日本人好きだからね、使っていける可能性はあると思うんだけど、でも、現状で Google マップを使ってる人はほとんどじゃないかなと思うんですよね。で、iPhone の方は Apple の地図使うっていうのはほとんどじゃないかなと思って、Yahoo マップが普及しないことには、この T ポイント連動のチェックインも普及しないし、T ポイントのチェックイン機能が広まらないことには Yahoo マップ増えないしということで、ちょっとね、工夫しないといけないかなということで、その時に T ポイントやソフトバンクから攻めた方がいいんじゃないかなと思っております。インスパイアの北橋さん、ありがとうございました。
バイバイ。